それでは今日なんですが、実は今日はヤドカリ祭ということで、皆さんとても数学の授業どころではないという人も、いらっしゃるかもしれませんけれども、なるべくですね、こうささっと、うまくできるようにしたいと思いますので、頑張りましょう。それで、今日は教科書24ページの、下半分 の例題 1.4 ですね。これ全部は説明できないんですが、この、要点だけちょっと説明して、授業を始めたいと思います。で、この例題ですね、これは正方行列に関する一つの性質を記述しているものですけれども、一応書きますと、すべての正方行列は、対称行列と交対行列の和に一通りに表されるというふうにこう書かれております。で、まず最初にお断りですが、今日は時間の都合でこの証明はしません。ただし、この主張についていくつか解説をしたいと思います。実はこのですね、命題は2つの事実を主張しているというところに気をつけてください。で、その2つなんですけれども、一つ目は、すべての正方行列って言っていますから、すべての x ですね、n 行 n 列のこう任意の正方行列としましょう。で、こういう任意の x に対して、対称行列、A ですね、対称行列 A、これも N 行 N 列の正方行列なんですけれども、対称行列 A と、交対行列 B、 これも N 行 N 列ですね、これが存在して、で、この X というのが A と B の和に等しくなると。X イコール A プラス B が成り立つと。ということで、まずはこういう2つの行列が存在するということを言っています。これが1点目。で、次に2点目なんですけれども、2点目なんですが、この同じ x ですね、この丸一の x に対して、1番では、こういう和が x に等しくなるような対称行列 A と対称、交対行列 B が存在するって言っていたんですけれども、この丸一番に出てきたその A、B とその別にですね、別にその x イコール A' プラス B' を満たす
まあ、対象行列ですね。A' の対象行列。対象行列 A' と、まあ、交代行列 B' が存在したとしましょう。でこの時、まあ、なんか A と B とは別になんかこういう A' B' がもし存在したとするならば、実はこの A' っていうのは A に等しくて、B' は B に等しいですよと。ですので、まあ、こういうですね、丸一の条件を満たす対象行列 A と交代行列 B というのは、実はただ一通りの形に書けると言っているのが、まあ、2つ目の事実ですね。これを数学では一位性と言います。英語ですとユニークネスと言います。で、この数学でのこのユニークというのは、その一般の英語のユニークとはちょっと、一般もしくはその日本での英語の和製英語のユニークとはちょっと違った異なる使い方をしておりまして、で一般にはそのユニークというのは何か特徴的なとかそういう意味合いで使われることが多いと思うんですけれども、数学におけるユニークというのはただ一通りにというふうに使い方になります。一義的にとか、そういうある性質を満たすものはただ一つの形で書けるとか、ただ一つしかないとか、そういう意味でこのユニークというのを数学では使いますので、注意してください。まあ日本でっていうか、筑波で数学の授業をやっている限りは、まあたまに数学の先生でユニークに決まるっていう言い方をする人はいるかもしれませんが、まあ大抵の先生は多分一義的に決まるといったのは日本語で説明すると思いますので、あまりこう誤解を受ける心配はそれほど大きくないのではないかと思います。はい、ここでですね、まずこの命題がこの2つの事実を説明しているということに注意してほしいと思います。でそれから、もう一つですね、この例題、この命題ですね、例題 1.4 の証明の中で、存在することを示せっていう、示せっていうですね、結局存在することを示せっていうふうな問題なわけですね、言われてるわけですね。で、この丸一のように、こういう条件を満たす対象行列 A と交代行列 B が存在することを示しなさいと。で、こういう存在を示す問題というのは多分これから数学の演習問題でたくさん聞かれることになると思いますが、その時にどういうことをすればいいかというのを一言述べておきます。で、存在の示し方ですね。でこれは主に2つの方法がありまして、1つは、すでに、まあ、あるもの、まあ、式ですね、式などから、まあ、実際に答えとなるものを、まあ、構成すると。まあ、すなわち作りなさいってことですね。で、この例題 1.4 の場合は、その対象行列と交代行列は実際にどのような形で作られているかといいますと、教科書 その例題 1.4 っていう行の下に回答っていう行がありますけれども、その回答のところに行にありますように、例えば、対象行列は、2分の A プラス A の天地行列として作る。それから交代行列は2分の A マイナス A の天地行列として作るというように、この場合 X ですかね。この場合は例えばこの例題ですと A は2分の X プラス X の天地行列とすればいいし、 B は2分の X マイナス X の天地行列とすればよいと。いうように実際にこう作ってしまうんですね、与えられたものからっていうのが一つの手段です。
ですので、何か存在することを言いなさいって言われたときには、何か作って、ほら、こうすれば できますと。で、それはこの条件を満たしますと言えば、それはちゃんとした数学的な答えになります。というのが1点目ですね。で、もう一つの存在の示し方。これはまあ、どちらかというと、まあ、1年生ぐらいの数学ではそれほど一般的ではない、一番ほど一般的ではないかもしれないんですけれども、まあ、存在しないと仮定して矛盾を導く。で、これはその何ていうやり方かというと、名前がついてまして、入り法と言いました。もう一度言いますと、何か存在することを示しなさいって言われたときに、2番目の方法では、まあ、これこれが存在しないと仮定すると。で、そうすると、おや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 と、数学的な議論を積み重ねて、それ以前の何か、そうですね、問題が出されたときの仮定ですとか、そういったものが実は成り立たないと。矛盾すると。それはなぜかというと、この今問われているものが存在しないと仮定したからだというふうにして、矛盾を導くというのが、まあ、もう一つの存在の示し方です。で、まあ、これはちょっと若干、難しいと言いますか、そのやっぱり問題の出された数学的な背景ですとか、それから目的などに応じて、まあ、この存在の示し方っていうのを使い分けていく必要があるかとは思うんですけれども、まあ、線形代数においては、まあ、少なくともその皆さんがこれから解いていく演習問題においてはほとんどの場合はこの丸一番の既にあるものからその条件を満たすものを何らかの形でこう作るということでアプローチ、できるのではないかと思いますので、まずそういったまず存在の示し方にはこの数学ではこういう草取りのやり方があるということを知っておいた上で、それぞれそのどういうアプローチでできるかっていうのを考えてみると良いのではないかと思います。はい、ここまで質問ありますか。はい。それでは、あとですね、行列の特殊な行列のいくつか定義が残っていますので。それをしていきますと、まず上三角行列と下三角行列というのがありまして、でちょっとだいぶ時間的に制約がありますので、ちゃんとした定義の文章はここの板書では省略しますが、講義ノートの方には書いてあります。で、上三角行列は、N 行 N 列の正方行列で、この対角成分から、まあ、より上の成分だけが非ゼロで、対角成分よりも下の成分は全部ゼロのような行列ですね。こういう行列、まあ、だからゼロでない要素がこう上の三角形のような形で存在しているので、上三角行列と呼ばれます。で、逆に下三角行列の方は、やはり N 行 N 列の正 N 字の正方行列なんですけれども、上三角行列は逆にその対角成分よりも上の成分が全部ゼロということで、非ゼロの成分がこのような下の三角形のような対角成分より下の三角形の形状をしていることから下三角行列と呼ばれます。まあ、この辺はこのぐらいのイメージでいいかなと思いますが、大丈夫でしょうか。
じゃあ、これで一応ちょっと時間かかったんですが、セクション 1.5 はおしまいで、次に、教科書25ページの、1.6 節の行列のブロック分割に入ります。それで一応この説も事実をさらっとなるべくさらっといきますけれども、ポイントとしてはその1つは2つありまして、1つはその行列をいくつか のブロックですね、ブロックって小さい行列に分けて扱うことが1つ目 で2つ目はそのブロック分割した行列の積をその各ブロックをですね、普通の行列の成分のように扱って計算できると、その2点を押さえておいてください。で、まずそのブロック分割を扱うためにの、教科書とはちょっと順番が逆なんですけれども、まず小行列というものから定義をします。ただし、ここもちょっと時間の都合でですね、小行列の定義の全文は講義ノートにありますが、板書はしません。その代わり、このある例を出して、小行列ってこういうもんですという話をしたいと思います。今、A がですね、4行3列の行列としましょう。A11、A12。ちょっと、要素を成分を全部書くのが面倒な人は適当に省略して書いて構いません。こういう4行3列の行列としましょう。で、この時に、この行列 A からですね、いくつかの行や列を抜き出すことを考えます。で、この例では、まず行として、第1行と第4行ですね。それから、列として第1列と第3列を抜き出してみましょう。で、こういうですね、行と列をいくつか選んでですね、で、選んだその行と列のその両方に属する成分をこう挙げています。今ですね、第1行と第1列を選びましたので、11成分を選ぶ。それから第1行と第3列を選びましたので、13成分を選ぶ。あと次に、第4行と第1列を選びましたので、41成分。で、最後に、第4行と第3列を選びましたので、43成分を選びます。で、こうして選んだ成分をこの選んだ順番にこう 上から並べる、で左から並べるということにします。ですので、まず11成分を並べて、その右側に13成分を並べると、で11成分の下に、41成分を並べて、その右側に43成分を並べる。で、このようにして、この場合ですと、A から2行
2行と2列を取り出した22型の行列ができます。で、まあ、でこのようにその、まあ、与えられた行列 A からですね、その特定の行や列を選んで、でそこに属する選んだ行列に共通に属する成分を取り出して、その順番で並べた行列のことを A の小行列と言います。ですね、この場合はこの行列が、まあ、A の小行列ですね。で、皆さんお気づきのように、その A の小行列、今与えられた行列 A に対してこの A の小行列というのはただ一つではありません。これはたまたまこの A から第1行と第4行、第1列と第3列を選んだ場合の小行列はこうなるというだけことですね。で、まあ小行列の選び方はこの他にもいろいろな選び方があるということに注意をしてください。それから、もう一つはこの行と列の選び方はですね、今行がもう飛び飛びで選んで、列も飛び飛びで選びましたけれども、別にいつも飛び飛びで選ばなければならないということはありませんで、例えば第1行と第2行を選ぶとか、それから第3列と第4列を選ぶとか、あるいは第1行だけ選ぶとか、そういった連続した行や列を選んだりすることもできますし、まあただ一つの行や列を選ぶこともできます。ただし注意しなければならないのは、その A の小行列を作るときには選ぶ行、選ぶ列とも最低1行もしくは1列は選ぶ必要があるということですね。0列選ぶとか0行選ぶということはできません。とりあえず1行以上の行か1列以上の列を選んで A の小行列を作ることができます。ここまでよろしいでしょうか。はい。で、大体、今がちょうど時間的に今日の授業の折り返し地点ですので、せっかくカメラがここに回ってきたんで、ちょっとこれ映してもらいたいと思うんですけども、一応ですね、今日皆さんが、ヤドカリ祭で出展される、お店の看板をですね、ここに置いてもらいましたので、多分、ひっくり返しますか。裏もあるそうで、こちらタピオカですよね。で、それから、裏は、チヂミだそうですね。ということで、まあ、残念ながらこの録画を公開するのはこのヤドカリさんの後になってしまうかと思いますがまあ多分映像に含まれますので末永く記念に残るのではないかと思います。はい。はい、それでは、この節の中心になるブロック分割というのをやりましょう。まず A、行列 A ですね。これを、まあ、M 行 M 列の行列とします。で、これを数のようなって書きましたので、これから下の方に図を書きますけれども、下の図のような小行列の組み合わせで表します。で、これから書く図はですね、一応教科書の25ページの真ん中ら辺にあるその A の成分をっていって、こうマス目がいっぱい書いてあって A の11とか A の12とかが書いたら、この図をこれから書きますので、皆さん教科書がありますから無理して写す必要はありません。
N じゃない、A の1 S か。横、すなわち列の方向には A の1 S まで書くんですね。それから A の2 1 A の2 2点点点ときて A の2 S と。それから縦、行方向には A の R1、A の R2 点点点ときて A の RS と。まあ、こういうふうにその行列 A をですね、小行列に分けるっていうんですね。で、その分けた時のその行と列の値がそれぞれ何行何列になるかっていうと、列の方は左から順番に N1 列、N2 列ときて、一番右が NS 列と。それから行の方は上から順番に M1 行、M2 行、同じようにして最後は MR 行と。まあ、こういうその小行列の集まりに分けるということです。で、この時に A の小行列、ここの図では A の ij と書いて、その i は1から r の範囲を取り、それから j は1から s の範囲を取りますから、その合計でここにある A の小行列っていうのは全部で rs 個あるわけなんですけれども、これらのこの RS 項の AIJ って呼ばれるものを、小行列を A のブロックと呼びます。で、そして、この A のブロックをですね、その行列の成分のようにして、これでその下の式を書きますね。行列の成分のようにして書くわけですね。これも教科書の同じページに書いてありますので、無理して写す必要はありませんが、上の図はただ単にその A をですね、行列 A をそのいくつかのブロックに分けて、そのブロックを並べたものだったんですけれども、実際にはこの分けて並べたブロックをその行列の成分のようにこう書くわけですね。で、新たにこう括弧でくくってしまうと。で、これをですね、このような表し方をこう表して、で、これを行列 A のブロック分割と。と言います。で、ここまでいいですか？何か質問ありますか？まあ、ブロック分割はその与えられた行列 A に対するそのブロック分割というのは、もういろいろなブロック分割の仕方があります。例えば、その何もしないというのもまあ一つのブロック分割ですよね。A 自身を1行1列の1行1列のブロックに分けるというのも、まあ一つの A のブロック分割と見ることができます。で、あとは、
その反対に極端な例としては、その A をですね、成分ごとにブロック分割するっていうことも考えることができて、その1行1列の行列をRS 個か MN 個を並べたブロック分割というのを考えることも考えることができるわけですね。で、まあ、通常はそういう極端なブロック分割っていうのはあまり意味を持ちませんから、通常はその与えられた行列に応じてそのブロック分割をした御利益が得られるようなブロック分割というのを適当に行います。で、次にですね、このセクションで述べていることは、そのあるちょうど良いブロック分割をすると、その行列の積の計算が非常に楽に行われる場合があるという、話題です。でこれを一つの命題として書いておきます。A を、教科書ではですね、教科書26ページ、ちょっと前ですかね、25ページの下から2行目ぐらいから文章が始まってますね。そちら見てみてください。図の式の方は教科書26ページの一番上に書いてあります。で、命題としましては、A を M 行 N 列の行列として、それから B を N 行 L 列の行列とします。で、ここでまず注意していただきたいのは、A の列の個数と、それから B の行の個数が一致しているというところに注意してください。そしてさらに、その A と B のブロック分割を考えるんですけれども、まあ A と B のブロック分割においでといった瞬間に、先ほど左側の黒板で書きましたように A や B をあんな形でブロック分割するんだなということをちょっと思い浮かべてください。で、その A と B をブロック分割したときに、この A の、まあ、列の分割と、それから B の行の分割、が、ともに、N1、N2、NT であるとすると。この書き方は、ちょっと先ほどはちゃんとした定義をしませんでしたけれども、どういう意味を表すかというと、A の列の分割がこの形であるというのは、その A をブロック分割したときに、その列の分割の個数が全部で T 個に分かれていて、でそしてそのそれぞれのブロック の, 列の値がですね、第1番目のブロックは N1 列、第2のブロックは N2 列、以下同様で、T 番目のブロックは NT 列というふうになっていると。いうことです。で、まあ、ちょっと分かりにくいと思うので、その教科書にあるような式を書いてしまい、先に書いてしまいましょう。で、A をブロック分割するんですけれども、A の11、A の12から A の 1t と。でこれも実は教科書26ページの一番上の式ですので、無理して写す必要はないんですが、教科書にないことを事項を若干追加するので注意してください。A の 21A の 22…A の 2t ですね。で、A の
ブロック分割は、行方向には S 個に分けます。で、まあ、こういう形に分けるわけです。で、先ほども述べましたように、この A の列の方向のブロック分割がこの形であるというのは、まず A を列方向には T 個に分けますと。で、それぞれのブロックの列の個数が、ここ A1 が、これが N1 列、N2 列、同じように NT 列になってますということですね。それからあと、B の方なんですけれども、B も似たような形で、ブロック分割をするんですが、今度は B の方は列方向には U 個のブロックに分けています。で、で行の方向に、まあ、T 個に分けるわけですね。こういう形に分けまして、で、B の各ブロックの行数が、1番目は N1 行、2番目は N2 行、以下同じようにして、一番下が NT 行というふうに分かれます。で、ここまでは教科書に書かれた図、もしくは式の通りなんですね。で、この次にその教科書にない情報をいくつか追加します。それは、まだ A の各ブロックの行の数、それから、B の各ブロックの列の数をこれから書いていきます。教科書特に定義がないので、A の各ブロックの行の数は上から、まあ、M1 行、M1 行、M2 行として、一番下を MS 行としましょう。で、それからあと、一方で B の各ブロックの列の数は、左から順番に L1 列、L2 列として、一番右側を LU 列としましょう。まずこういう行列 A と B をですね、こういう形のブロック分割にするということに注意してください。で、もう一つ注意する点は、この A の列の分割の仕方と、列のブロックの分割の仕方と、B の行のブロックの分割の仕方が等しいと。すなわち、A の列の分割、ブロック分割の個数と B の行のブロック分割の個数が等しく、かつ、対応する、例えば A の一番左のブロックと B の、一番上のブロックの行数と列数ですね、がそれぞれ等しいということに気をつけてください。で、そこで何が言えるかというと、この A と B の積を計算するとですね、まあ、行列、これ A と B の積を C としましょう。この C イコール AB というのは、まあ、以下の形のブロック分割で表されるというのが、まあ、この命題の主張です。そのブロック分割を、は教科書でもその123、教科書26ページの4行目に AB イコールほにゃほにゃって書いてる、ブロック分割ですけれども、
C の11、C の12から列方向には、U 個のブロック分割が表されて、になっていて、で同じようにして、C の A、で、行方向には S 個のブロック分割になってますね。で全部で S×U 個の、ブロックに分かれると。でそして、それぞれのブロックの行と列の数なんですけれども、列のブロック分割の列数というのは、左から順番に L1 列、L2 列となって、一番右が LU 列、それから、各ブロックの行数は、上から M1 行、M2 行で、まあ、一番下が MS 行となっていまして、で実はこれどっかで見たことあるなってこうピンとくる人はいるかと思うんですけれども、この行各行のですねこの行数っていうのはこの A の行列 A の各ブロックの行数が現れます。でそれから列に関してはこの列の各ブロックの列数というのはこれ実は B の各ブロックの列数が現れます。そしてこの各ブロックのその積の結果について一番重要な事実がこれから述べられるんですけれども、この C のブロック分割の各成分ですね、 C の IJ、 I は1からS で、それから J は1から U の間を取るんですけれども、この C の IJ ブロックというのは実は、A の I1、B の 1J プラス、点点点プラス、A の IT、B の TJ ということで、このパターンってどっかで見たことあるよなって思い出す人は賢明だと思いますが、これ A のですね、大 I 行ブロックですね、 A の大 I 行ブロックとそれから B の大 J 列ブロックのそのブロック同士の積の和になってるんですね。ですのでどういうことが言えるかっていうと、これ A と B の各ブロックをそれぞれ A と B の行列の成分と思ってこう積を取ったものと同じだと思えば計算ができるっていうんですね。そこが一番大事なところで、ですのでそのブロック分割された行列の積が実はその行列の各ブロックを行列の要素のようにして扱ってこう積を計算できるというところに注意してください。まず、今話をした事実に関して何か質問ありますか。はい。で、じゃあ、この詳しくですね、このブロック分割の積についてはまた、演習の授業などで復習していただきたいと思うんですが、実はこれ、証明を見ようと思ったら、少なくともこの教科書にはちゃんと証明が載ってないんですね。で、ほかに証明が載ってる教科書はないかなと思って、僕の手元にある何冊かの教科書を見たんですが、証明は省略するとかですね、証明は演習問題にするとかいう本ばっかりで、ちゃんとした証明が載っている本を見つけることができませんでした。ですので、皆さんもし、この命題の証明をちゃんと載っている資料を見つけたら教えていただきたいんですけれども、まあ、なきゃしょうがないんで、とりあえず自分でちょっとゆうべ、証明を考えて、ノートに書いておきましたので、
それは僕の講義ノートに書かれていますので、まあ、ちょっと関心のある人は後で読んでみてください。まあ、多分演習問題としてはいい問題なのではないかと思いますが、やっぱり分からないという人にはもう少しちゃんとサポートした方がいいかなという気もするので、一応自分で照明はつけてみました。ここまで質問ありますか？はい。これで一応、1.6 節の行列のブロック分割は終了で、あと残り10分ぐらいなんですけれども、1.7 節の正則行列をやっておきます。で、一応時間の都合でここではですね、その正則行列の定義とか、それから大事な事実の内容だけちょっと押さえておきますので、一応ちょっとそのつもりで聞いてください。まず最初にですね、こう教科書をつらつら読んでますと、何気なく書いて、こう大事なことが一つ書いてありましたので、それを一つ命題として書いておきますけれども、まあ、A、これをN 行、N 次正方行列としましょう。と、まあ、N 次の単位行列これ EN と表しました。単位行列は皆さんよく知っていると思いますが、対角成分だけ1が詰まっていて、あとの要素は成分は全部0の行列ですね。でしかもこの行列の成分の表し方としては、クロネッカーのデルタと呼ばれる記号を使って、デルタの IJ 括弧というふうにして表されたことも思い出してみましょう。でこれに対して、A×EN も EN×A も、まあ、A が成り立つと。一応ここでは証明は省略しますけれども、こういう事実があるということを押さえておきます。で、この EN が単位行列と呼ばれる、ゆえんの一つと見ることができるわけですね。例えば、数の世界ですと、1という数はよく単位元と呼ばれますけれども、それはなぜかっていうと、その他のどんな数にかけても、例えば A という数にその1をかけても A が得られるわけですよね。だからそれと同じような役、似たような役割をこの単位行列っていうのは性質を持っているということで、これが単位行列と呼ばれるゆえんの一つなのでと言えると思います。で、このセクションで一番大事なのは次の言葉の定義です。言葉としましては、正則もしくは正則行列、それから逆行列という2つの概念が定義されています。A をですね、N 次正方行列にします。で、この A に対して、ある行列 B、これも N 次正方行列が存在して、
AB イコール BA、これが等しくて、しかも、これが単位行列に等しくなる。で、こういう式が成り立つとき、A は正則である。でもしくは、まあ、これは A は正則であるというのは A の、A に、行列 A に関する性質として正則であるという言い方です。それからもしくは、A、行列そのものを正則行列。と言います。でさらに、まあ、この時この B を行列 B ですね、この行列 B を A の逆行列と言います。で、この逆行列、正則行列に関する性質なんですけれども、それは定理1.4 という定理が、教科書の28ページにありまして、で、これ2つの事実が述べられているんですけれども、一つ目は、正則行列の積もまた正則行列ですという性質で、まあ、A と B が、まあ、N 行、N 列、N 次正方行列で、これらが共に、まあ、正則ですと。で、そうしますと、実は積 AB も、また正則です。それから、AB の逆行列は、B の逆行列と A の逆行列の積になります。というのがまず1点目。それから、2点目は、正則行列の逆行列もまた正則行列で、まあ、A が、まあ、正則ならば、A の逆行列も正則で、A の逆行列の逆行列は A 自身になるというのが2つ目の主張です。すいません、実はですね、この逆行列の定義と今の定理の間に一個大事なことを言うのを忘れていました。これから述べる命題を今の定理 1.4 の前に入れていただきたいんですけれども、まあ、A が、まあ、正則で、それから B と B' が、まあ、共に A の逆行列であるならば、B と B' は実は等しいと。すなわち、まあ、A の
逆行列はただ一つに定まると。いうのことが言えます。で、これでこの A の逆行列のことを、A のマイナス1乗という記号を使って A インバースというふうに表します。ということは一応大事なことだったのですいません。抜けていました。ので、補っておいてください。あと、最後もう一つ、これでおしまいなんですが、最後に言えることは、A の点値行列ですね。A が正則ならば、A の点値行列も正則ですよと。しかも、A の点値行列の逆行列っていうのは、実は、A の逆行列の点値行列に等しくなるということも言えます。で、まあ、これを、この括弧を外して、TA インバースという記号で、まあ、この教科書で表すとしています。ということで、なんとかチャイムには間に合ったんですが、ちょっと時間の都合で証明は省略せざるを得ませんが、講義ノートの方には全部証明をつけておきましたので、必要な人は適宜参考にしてください。一応これをもって、この教科書の第1章ですね、この行列に関するドーム立ては終わったことにしまして、で、まあ、来週からその第2章、その連立一次方程式と行列の関係に入っていきたいと思います。何かここまで質問ありますでしょうか。はい、じゃあそれではまた今日明日ですね、頑張る人もいるかと思いますので、ぜひ頑張っていい結果を得ていただきたいと思います。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。